球上のすべての生命を生み出した海、それはまた数知れない謎と物語の母でもあるのです。ある時、ここ太平洋の名もない一つの珊瑚礁から突然不思議な噂が広まった。その深い暗黒の海底に月に照らし出されたような美しい世界が開け、その光は海上までも達し、海上を行く船を虜にしてしまうという。だが、その光の正体を知る者誰一人なく、不思議な光として海を航海する者たちに言い伝えられていた。一体この不思議な光は何なのだろうか。物語はここから始まる。ここが例の噂の海に近いところですよ。でも何もありませんね。不思議な光ってデタラメな作り話かな。そんならそれでいい。わしらはそれを確かめにやってきたんだからな。あれは？あれは何だ？なんだ、魚の行進じゃないの。確かにナンパ船だ。魚の遊び場になってる。ほんと。このまま流されたらあの岩に衝突するぞ。博士、エンジンの調子が変です。あ、危ない。止めるんだ、止めるんだ。どうやら助かった。音響を出してくれ。はい。確かに音楽だ。お、止まった。磁気も放射能も消えました。こりゃこの辺にきっと何か原因があるぞ。外へ出て調べてみよう。おかしいな、何にも変わったところ。何か足元が揺れてませんか。静かに、また聞こえる音楽だ。これ信じられん、貝だ、真珠貝だぞ。
博士、例の噂の光というのはきっとこれですよ。どうやらそうらしいな。僕近くへ行って調べてみます。おい、おい、やめろ、危ないぞ。うわー、これすごい、まさしく真珠だ。逃げろ、始まるぞ。おい、アサリ、アサリ、マジックハンドだ。アサリ、Z 光線だ。あの真珠を引き上げよう。21世紀の科学の最高権威Tatsunoko博士によって見事暴かれた光の正体はなんと巨大な真珠だったのであります。特ダネ、特ダネ。研究所では科学の権威が立ち会いの上極秘に調査が行われている模様です。真珠はただの真珠ではないからであります。と言いますと、それは一体そのどういう、つまり私の考えではこの貝は地球上のものではないと思うのだ。なんだって？それを説明する前にこれを聞いてください。あの真珠と一緒に貝の中から出てきたのです。おお、何です、そりゃオルゴールとしては妙な音楽ですな。そうです、そこでわしはこれを X1 号に聞かせたんです。皆さんにご挨拶なさい。こんにちは。こいつはあらゆる国の言葉はもちろん鳥や動物の言葉も訳してくれるのです。息子よ、私たちの星は今やすっかり氷に閉ざされ、すでに生物の住めない星になった。私たちは私たちの生存に適した星を探して移住しなければならない。私たちは宇宙ボートに乗って宇宙へ飛び立つ。長い長い宇宙の旅を続ける。しばらくの辛抱だ。じっとしているんだよ。道草はいけないよ。お父さんは心配だ。お前は我らの星の一番のわんぱく小僧だ。お父さんのこの言葉を聞きながら気をつけているんだよ。いいね、エースよ。なるほど、これでどうやら
ら宇宙生物であることが考えられますな。地球の人類よりかなり文明が進んでますな。その通り。どうやら他の星にもワンパク小僧はいたらしいな。誤ってこの地球へやってきたんだろ。見たまえ、特殊レントゲン光線で見た。これがそのパールム星人だ。これがパールム星人。恐竜そっくりだ。問題はこのカプセルの中の宇宙人をどうやって出すかだ。いろいろやってみたが割れない。やめなさいってば。そんなのが外に出たら何をしてたかしか分からんですぞ。そうです。そのままロケットで宇宙の果てへ捨ててしまいましょう。しかし宇宙の生物を知る資料です。調べもせんでそんなことはできん。博士、これが我々地球の人類を滅ぼす結果になるかもしれんのですぞ。もちろん危険な場合の処置も考えてはいるが。いや、しかしリモゴールの言葉を聞いたろう。我々よりは遥かに進歩した地生物なんだ。博士、我々は人類の生命と社会の安全のために断じてあいつを外へ出してはいけません。すぐ地球から追放すべきであります。割れるぞ。逃げろ。どうやらあのカプセルは熱で割れるようになっとったらしいぞ。そっか、海で割れなかったのは温度が低いから。